続きをいきましょう。宝塚記念歌では凱旋門に出れると思います。とりあえず大内ですね、天皇賞あたりまで、まあ、出すんでしょうね、有馬はね。あれ、まあいいか。捉えてきたかな、捉えてきたかな、やばいな。いや、いや、そんなことないはずだな。普通より遅いタイプだったら6歳春夏あたりまでは大丈夫なはずなんだけど、まあジャパンカップではいいね、いい印の付き方してたんで、まあ気象、いや、うん、見なかったことにしよう、あるわけねえ、見なかったことに。稲荷さん、ネバーセイダイか、ネバーセイダイか。
ないやつで出ないのかな。出てもいいよね。爆発力がちょっと欠けてるんですよね今ね。で
ってしまう状況なんです。なのでね、あ、強いな。4週まで持たせらんないんで、調子はぴったりなんですよね。いい具合なんですよ。チャンスはチャンスです。ちょっと違いますけど、3つ勝たないといけないので、これも大事です。3つだっけ。まあいいです。
けかな。後で調べよう。回線も出れるかな。出れたらいいんですけどね。回線も。あ、アーリントメリオンね。はい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 。何でも出していくって。アーリントメリオンと。専門と調子大丈夫かな。大丈夫臭いな。モリモリ体重が上がってるから。さあ周りのミリオンです。もうあと一番人気、若干メンバーに恵まれたようなオペラハウスやらないやらいないんで、さあアーリントンミリオン次々と海外G1をに出ていますがね。さあバナナオレ今回もちゃんと先行しています。さすがに海外2戦目なんで慣れたんでしょうか。せたい。もうこの馬でゴールしたい。頼むよ。出れるかな。9月1周で帰っ、あ、出れないじゃん。というか使うか。放置、このまま放置します。
焼け扱いになっちゃうんでね、まず天皇賞あたりに出して、thank you.
旅費が薄くなるのは知っています。かなり可能性は低いと思います。凱旋門行ける可能性も勝てる可能性も、体重は462、ベスト体重は462なので、うまくその辺でうまく上がれ、上がっ、どうだろう、上がってるっぽい走り方をしたら上がった、期待が持てる上がり方をしている。
一回放牧に出そう。ギリ大丈夫なんですよね、放牧に出しても。打診が9月の1週なので、違う、温泉で休ませれているのでスタミナが下がることもない。よし、操作間違えないように。
要だな。どうせなら希望を持って終えたいので、産んでもらってからにしよう。ちょっと今夢も希望もない、次に繋がっていない状況なんで、終了とさせていただきます。また続きます。